々線区間中国鉄道更新線、韓国鉄道軽減線よ、領域の運行する、首都圏、電鉄一号線列車計半電気、鉄道計半本線の複々線区間、JR 東日本東北本線の三複線区間。写真では、計7本の線路が映っているが、左から2番目の線路は、未使用の側線である。複々線とは、 二つの伏線軌道、すなわち四本の軌道が付設された線路を指す。言い換えると四線である。同様に、六本が敷かれている三組の伏線は三、伏線、八本が敷かれている四組の伏線は四、伏線と呼ぶ。伏線線路が隣接して付設された状態であり、一般的に、それぞれの伏線は、列車の種別や系統によって使い分けられる。 環急分離運転を行っている場合、速達列車が走行する線路を急行線、または快速線、普通列車が走行する線路を観光線と呼ぶ。JR 線では、歴史的な経緯から、それぞれを、電車線、列車線と呼ぶ場合がある。複々線は、複線と比較して停車場以外でも、列車の追い越しが可能となる。そのため、様々な速度帯、 種別の列車を運行している路線では、適切に線路を使い分けることで、対比列車の待ち合わせ時間をなくすなど、効率的なダイヤが設定できる。異なる事業者の伏線が並行している場合や、同一事業者の伏線路線が並行する区間でも、完全に別系統として、運行管理されている場合は、複々線として扱われることは少ない。日本一長い複々線区間は、 JR 西日本の東海道本線草津駅、山陽本線西明石駅間である。一方、JR 四国は、JR 六社で唯一、複々線が存在しない。日本の私鉄で最も長い複々線区間は、東武鉄道の伊勢崎線北千住駅北、越谷駅間である。中小私鉄と順、大手私鉄には、 複々線は存在せず、大手私鉄でも相模鉄道と西日本鉄道には複々線が存在しない。複々線の配線は方向別複々線と線路別複々線の2種類に対別できる。方向別複々線は4線を上、上下、下のように2線ずつ方向を揃えて付設するものであり、線路別複々線は A 線上、A 線下、B 線上、 B 線化のように、路線別に並べて付設するものである。方向別複々線を並走する列車同じ、方向への列車が隣り合って走行するため、間に島式ホームを設置することで、同方向の列車の対面の理解が可能となる。環球分離運転を行っていれば、速達列車と観光列車の連絡は容易になる。旅客にとっては便利な構造と言えるが、 口術の通り事業者側にとっては不都合な側面もある。なお、1970年代以降に、ラッシュ緩和を目的とした複々線は、方向別が多い。線路別複々線を並走する列車となり合う線路を走る列車は、上下逆となるため、同方向へ向かう列車の乗り換えは、一旦別のホームで移動する必要がある。環球分離運転であっても、 列車同士の連絡は悪くなり、旅客にとっては不便な構造と言えるが口実の通り事業者側にとっては好都合な側面もある。なお、日本の首都圏の JR 線では、複々線の多くが通勤後方面作戦で建設され、線路別複々線の方式が取られた。これは工事のしやすさや、駅ホームのスペースを重視したためである。 利用客の反発を受け、急行線でも、各駅停車を行った例もある。複々線の分類は、環球分離運転と、系統分離運転の二つの分類がある。またこれらを合わせ持つ場合もある。運転系統を各駅停車と、速達列車に分離する方法。これにより、速達列車の速度が向上し、観光列車の対比も解消できる。 長距離列車を運行する列車線と短距離電車を運行する電車線の分離は本質的には系統分離運転に属するが分離した結果実質的に環球分離になることが多い列車を運転系統で分離する方法旅客列車と貨物列車を分離する貨客分離のほか京浜急行電鉄や京成電鉄のように視線が 合流する駅と隣の拠点駅までの一駅間のみ、複々線化する例もある。複線に線路を一線追加したものを、三線、複単線、または1.5複線という。別路線に直通する線路を付接する場合に、分岐点により、駅までの間に引かれる。なお、引き上げ線などをこれに充当することもある。上り、または、 下りの一方のみ二線を使用させ環球分離している場合と列車種別ごとに伏線と単線を割り当てる場合がある。後者の場合、単線を割り当てられた種別は途中駅で列車交換を行う場合もある。さらに三線は輸送需要が時間帯によって偏りが出るケース、すなわち都市中心部と郊外を結ぶ路線で朝に都心方向、夕に 郊外方向への輸送需要が増大するときなどに、輸送力の増強手段、途中駅を通過する列車の速度向上手段などとして、活用できる可能性を持っている。複々線に比べ、必要とする用地が4分の3であることが、最大の利点であるが、双方向に運行可能とするための信号、保安設備の扱いの難しさや、車両運用の問題などから、 日本では、以下の例のみに限られる。JR 東海道本線の南荒尾信号上、関ヶ原駅間は、関ヶ原越えの勾配緩和のため、樽駅を経由しない下り線と、樽駅により普通列車を停車させるための単線の、樽線が並行し、合計で3線となっている。JR 湖西線の山下駅ながら山トンネル内は、通常の複線に加え、 貨物列車の牽引定数確保用の下り貨物線が並走している。貨物列車の他に特急列車もこの貨物線を走行しダイヤが乱れた場合は貨物線を走行しない新快速や普通列車が琵琶湖線との分岐点からながら山トンネル入り口までの広角間を使って特急を退避することがある。西武池袋線の所沢駅通駅間では 通常の複線に加え、JR 武蔵野線との連絡線を並走させ、参戦としている。新車の公衆輸送や譲渡車の引き渡しの時のみ、使用され、営業列車が、この連絡線を走行することはない。複々線に一線追加した五線の区間もある。例韓国鉄道公社以下の路線は、基本的に、方向別複々線だが、対面乗り換えを考慮して、 駅間で線路配置が変わる。ありがとうございます。